はい、どうも。はい、ちょっともう今日は14戦打って打ち疲れてますけど、1日1個はね、なるべく動画作ろうということで、はい、リクエストあったんで大吾さんの検討していきます。M リーグオフ期間中は、検討して、その後にナーガ、 AI のねナーガを照らし合わせるという感じでやっております。はい、ではスタートしていきます。9月19日、2日目かな、 M リーグ開幕して2日目の大吾さん登場。はい、できます。とにかくペイチャドラがいいそうです。ハイパイはまあまあまあ、とりあえず普通にイーマン切って進めていく。はい、シャー切る。ダイゴさんは吐くか、シャートン切っていく。ここで数層、まあそうですね、ちょっとあんまり手にならなかったんで、まあ467の二度受けみたいになってる、そこほぐしていく。でパーマン、パーマンは割と安全度高いけどな。トイメン、スジ、カミチャ、現物、まあ個人的にはパーマン打つな、パーマン打つなら3ピンかチーピン切りますね俺はね。まあ、そもそも数層切りから守備っていう発想だからね。そうなるともう全剣無筋の3ピンから打ってみたいな。まあ、もちろん普通に白髪でいいんだけど。はい。パーマ切った。まあ、なんでも。ローソーでも白でも発でも。はい、リチ入ったらベタ折りだが、一応4対1でチートイちょっと粘れる。ニケニチ備えてチーピンから切って、守備力パンパンのチートイみたいな感じでいいかな。ハツが3枚切れだからね、縦受けはないけど。ね、チーピンでした。まあ、ナーガとかはハツになるのかな。はい。ここちょっとナーガ。いきなりリーチ入って、とんでもないつもで。チートイもいいシャンテン、シュンツテもいいシャンテン。はい。吐く切って、泣きは特にしなくてもいいか。まあ泣き、まああるか。リャンマン打ち出す先輩なら泣いてもいいか。まあまあ、その感じですね。はい。ニケリチ入ってしまった。手元。とりあえず、リャンピンは切るが、メンタンチートイリーチはないのか。ウーマン2枚、リャンマン2枚。まあまあまあ。とりあえず、リャンピン切ってダマにするのが普通だと思います。チューン切る。数万切って、2万切って、で、2万切って、換算万で、リーチだね。2万切ってリーチする。いいですね。まあ、序盤とかの手組みあったけど。はい、大悟さん見ていきます。はい、手配ね。はい、まあ、とりあえずイーマン切ってないですね。はい、なんかイーマン切る。でも、シャアも多いですね。俺もイーマン切ったことしかないけど、シャアでしたね、なんかね。まあ、もうほぼ同じだけど、シャアでもいいんだ。まあ、人間は多分ほとんどイーマンしか切らないでしょうね。でも、別にシャアね。まあまあ、大悟さんは白から切ったけど。はい。これ普通で、普通で。で、ここで大悟さんはコンパクトに数層切って。はい。で、この後か。
なあ、なあが普通に吐くでしたね。大悟さんがパーマ切ったやつ。この後だっけ？ん？あ、今のとこか。パーマ切るならとか言ってたやつ。これはローソでした。で、まあ、リーチ入ったんで、まあいいか。あとはまあ特にないですね。あ、ダーガも、ナーガもチーピンでしたね。ナーガ絶対初切るかと思ったけど、違いましたね。目になんかゴミ入った。先やるんですね。危険杯の先切り先やるんだね。はい。まあ初もまああるけどね。あとはもうまあ一応数万単位まあリーチするかぐらい一応あるとしたらないっすね。ここなんとか、カンサマリッツするかどうか。ダマ寄りなんすね。打点十分だからね、メンタインペコ。カンサマもいいしね。まあもしかしたらこういうのもラス回避が影響して、トンパツから影響してるとは思えんけど、まあそういうのもあるかもしれんね。これも人間はリッチしかないでしょうね。別に監査も悪くないんでね。はい、ナーガはダマでしたね。はい。はい、次の曲いきます。はい、とにかくシャーチャドラがいいピン。はい。チュン切る。ナン切る。シャー切る。もうシャーしかねえだろ、マジで。ドライピンで245で。何してんの、これ、マジで。下手すぎやろ、ほんとに。こんなもんシャーが良くなることとかないんでね。麻雀が100年進化しようが、リアンピンがありになることはないんで。何してんの、これ、マジで。大丈夫か本当に。何しとんだこいつマジで。見る気なくなってきたマジで。過去の配布でも腹立ってくるなマジで。しかも3万結構安全度高いしな。もうええやマジで。来シーズンもおるのこの人。ナーガ見ます。ちょっともう、あまりにひどいやつはもう、ナーガだけで言うの。ナーガはチューンですね。まあ、チューンか。何でした？うん、シャーでした。あ、ここか。ここか。まあ、一応、シャーじゃないとしたら、一応、パーピン。まあ、まあ、1タイプだけは、まあ、パーピンちょっと伸びてるのもある。まあ当たり前だけど、まあ2ピンとか3万って全く候補にもないんでね。しかも馬強もないし、4巡目。ちょっともう話にならんレベルなんで。あ、これもね。まあ、あんま見てなかったけど、まあ一応、大悟さんはローソー切って、まあ、感知層受けは、まあもう、あれしたけど、ナーガは普通にシャーしかないという判定でした。
これつもぎり手出しは別に考慮されてないのかな。同じか。あ、トンサケ君なんちゃドラスウマン。うん、いいね。普通に行きましょう。トン切る。うん、白髪切る。あー、すまん。ありがとう。なんちゃドラスウマン。はい、まあ普通にいい手なんで普通に行きましょう。はい、トン切る。パクチュン切っていく。これはまあいいピンでもいいし。これはまっすぐ行くんか。全然わからんな。このマージャン。コンパクトにしていくんかなと思うと、そうではない。パースを切る。うん、いいね。え、3ピン切る。まあ、リアンソーで。いいそうか。うん。リアンソーで。うそうで。嘘で。9ピンで。お。はい。サブロッソスーソー。でリーチでいいですね。はい。サブロッソスーソーでリーチする。何してんのこれマジ。終わり。うん？いや、まあ、一応、まあ、ダマゴーニーだから、まあ、なくはないのか。サブロッソーの枚数が3層1枚、ローソー2枚、スーソー2枚。5枚待ちか。うん、まあ、確かに、ごめんごめん。これはまあ、別に終盤だからダマゴーニーは、ダマゴーニーじゃねえわ。サブロソで漫画か。うん、まあまあまあ、ありました。ごめんなさい。ちょっともうなんか、若干見る気が、失せてる。手組みから。トンでした。白髪で、白チュンでした。これは、ナーガでもいいピン。ナーガでもいいピン。わけわかんねえんだよな、マジでな。な毎回一貫してやってくれてたらまだいいんだけどね。なんか、ナーガとはま別に違ってもいいし、そんな。なんか、守備的に打つとか、なんか、方針もようわからんだよな。いいピンでした。これはまずそか。で、パーソーでした。まあ、あとあれか。リアンソース持ってどうするかみたいな ね。この後リアンソース持ってどうするでしょうか、ね、リアンソーでした。うーん、まあこういうのもな。うーん、まあ頼むわ本当に。これはチーマなんだ。俺が嘘って言ったやつか。チーマ先でした。うん。嘘は意外と、ない、なかった。長は、ダマ寄りっすね。ダマ寄り。
はい。はい、トンさん曲一本バー、ドラリアンマ手配は普通ですね、はい、ないですね。まあここまでの手になるとトップドリマージャンだし、もう自敗から切って、もう完全に面前限定で自敗から切っていく。切らんのかい、自敗切る、切らんのかい、自敗切る、切るんかい、そりゃそうか、はい、チューン切る、何切る、はい、中見ていきます。ナーガも初でした、まあ、一応 EP もありましたけどね、はい、はい、ここで大悟さんが3層切ったとこ、はい、何切る、うん、やめれめいシャンテンリーチ、はい、あ、トンラス親で、あ、大悟さんもリーチしてるか、ちょっと今確認しました。あ、ごめん、ありがとう。うん。大悟さんもリーチしてました。まあ、そりゃそうだけどね。当たり前だけどね。はい、親でドラチーピン。手配これもいいな。ハイパースタメンツ。はい、もう自配切っていっても、まあ、急速はシャキル。はい、これが大悟だよ。うん。まあ、腕シャンテン。うん。まあ、これも丁寧にシャキ切りたいかな。まあ、ドラチーピン、うん、うん、え、なんか見ていきます。はい、ナーガシャーでした。うん、まあね、まっすぐ行ってほしかったですが、はい、でこれもシャー、まあとりあえず自敗処理していく。で、大悟さん9ピン切ったやつ、シャアですね。はい。明らかにダメな先切りは個性とかでスルーしないで悪く言われてほしいよね。そうだね。ようこんな麻雀で団体とか勝ってんの。ずっと暴れてんちゃうか、人生。毎回ハイパーいいんじゃない。じゃあ、トンラス親で連チャンした。ドラガシャ、ペイキル、まあ、E ピン、まあ、ナーガは E ピン切らんでしょう。はい、まあ、どうかな、スーピー14、うん、まあまあいいよ。うん、まあ、この E ピンはまだあるか。はい、リーチ受けた。自分親か。え、何切る、あ、もう抜くか。うん、まあ抜いたらまあいいでしょう。はい。はい、じゃあ最後の曲かな。はい、見ていきます。はい、ナーガーペイ切る。あ、ペイでしたね。E ピンじゃなかったね。うん。うん、普通に自敗で良かったですね。はい、安心しました。はい。はい。あ、そっか。リーチ入って、何切るかどうか。うん、何でしたね。いいかな。まあ、これもね、まあ、さすがに2枚切るんじゃないなんでね。まあ、もちろん別に3ピンでもそんなに大差とは思ってないけどね。え、まあ、ただまあ、普通はなんだろうな。はい、じゃあそんな感じで大悟さん見てきました。今まで一番ひどかったと思います。はい、見てるだけでもなんかイラついてきました。はい、以上、終わり。まあ、まあ M リーグのマージャンね、こういう感じなので、
まあ皆さんは、ネットマージャンとかフリーとか打つときは割としっかり打ちましょう。まああえて擁護すると、まあ、M リーグはちょっと特殊なマージャンなんでね、普通、そうだな、川作りとか、まあまあそんな必要じゃないと思うけど、まあそういうこともする人多いので、はい、ただまあナーガで見てったら分かるように、まああんまりあんまりというか、その2-3-3から3切るとかね、6-8-8から6先切るとかまあないので、はい、まあ変わることはないと思います。時代とかトレンドによってあんなもんは変わることはないっていうのですら先切ってるから、まあ大悟さんもね、もしかしたらデビュー戦だからね、硬くなってたかもしれんけど、はい、じゃあそんな感じでした。はい、今日はサクッと終わっときましょう。この動画15分ぐらいか、21分か。はい、じゃあね、はい、まあなるべく毎日1個ね、 M リーグの動画、 M リーグの配布ね、見ようかなって感じでやってます。はい、またじゃあ動画の人もよろしくお願いします。はい、では失礼します。お疲れ様でした。